れ式なの？今の。え？レアじゃん、超。いや、そんなやつ。え？これでしょ。え、違う。あれ？でも、あれ？あ、これあれだ。あ？いや、見るわ。あ、これがね、これ、強くない？最強やんけ。このタイプ？え、なんか、これタイプのだけでさ、有料なのが飲み放題みたいな感覚じゃん。え、おかしいじゃん。朝飲めるコーヒーのセレクトがえげつない。まあ、えげつないことになってる。え、やば。寝る前にガーデンレモンティーやオシャンティーに過ごすことができるのか。ここの開発やば。あれだ、あれだ、味噌汁だ。あ、なるほどね。確かに。だって別にいいよ。別にいいよ。なんかもう東京ホテルみたいちょっと。やっぱね、このお食事スペースでね、話すことができるんだと思うよ。いつも話せないじゃん、こっちに行くと多分話せるんだと思うね。お食事スペースまで行くのかな。うん、ああそうだね。まあいっか、朝ごはん感覚でモーニングですね。ホテルに年間から過ごせばいいんじゃないの。シャワー無料、シャワータオル貸し出し、カメラ持ってこなくてよかったわ。じゃあこれ最後ですよ。え、マジや、俺エホテルやん。そう、あ、そっか、防音だからこの中でバーって叫んでるの大丈夫じゃん。マジか。じゃあずっとスイッチでいけんじゃんこれ。いや、有能かよマジで。全部この全部この回開通になってほしいんだけど。この回開通欲しい。だってさ、これビジホじゃん。そうだろ。まだまだ下行かなくていい。ああ、誘導はで誘導やんけ。多分ね、ドリンクの種類自体はこっちが減ってると思うんだよ。だろう、うん、でもいいよ、そうだわ。別にまたカードキー50分いや、どこだろう。そっか、負けたな。やば、これホテルやんけ。一人の時間欲しくて、ここ来たらしい。これだってさ、なんか、あれじゃね、課題とか進めるのもこれ超優秀だった。最高じゃん。やば。やめと。あ、すげえ。部屋やんけ、部屋。ちょっと防音性能。なんかこれつまみを。つまみ。ちょっとさ、うん、俺防音性能一回知りたいからさ、一回あーって叫ぶからさ、動画に聞いててくんない？動画で？うん。どこが防音性能か言われない。俺が寝ぼけて間違ってさ、カードキー忘れたらやばいよ。うん。あ、それはやばい。ちょっとあーって叫ぶわ。閉めた瞬間に。これかざさないと多分閉まんねえじゃね。かっけえ。お、この目怖。じゃあちょっと閉めてさ、2秒後ぐらいにあーって開けるわ。聞こえたか聞こえないか全力で叫ぶ一回。あーい。聞こえるけど、うん、人がいるんだなぐらいの。どんぐらい？え、あ、こっちの声とどっちが大きい？こっちの方が大きい。嘘だろ、今全力うわーって叫んでたよ。マジで。うん。え、超有能やんけ。で、しかもさ、廊下でこの程度しか聞こえないってことは、こっちも防音だから絶対聞こえないよ。やば。うん。やば。こんなの最高だ。しかもさ、よく見るとさ、よく見るとさ、エアコンのさ向き変わるしさ。あ、すげえ。しかもフロットシール広げれる板で。マジか。超有能。ほら、これさ。下げばいいの？これ下げるとここがふにゃふにゃになってて、やこしいやでもちょっとね、延長が効くようになってくる。やばいよこれ。やばくね？こんなの求めてやばくね、これ。こんなの求めてなかった。おで、これも明るさ調整が効くんだね。明るさ調整超効くじゃん。
嘘だろ嘘だろ今までの買い方使い物じゃん。お前あれだからね、今日伊藤さんでも大丈夫2個あるわ。あれだもんな、別になんかカメラついてないもんね。ついてないでしょ。ついてない、ついてない。これどういうんでしょの、やばいね。ちょっとどうしちゃったんだ。しかも普通の快活にはないけど、なんかコインランドリーもついてるらしいから、もうビジネスホテルとして過言ではないよこれ。大丈夫か。うん、やばい、てんただコンセントの数減った。コンセントの数減ったよ。最悪パソコンから繋いで、うん、充電しちゃうの別に問題ないし。全部これがいいな。あとおしんあれだぞ、あの吉田スーパーティー反発マカラシステムができなくなって。いいよそんな。いやあれ大事だろお前。いや違う、もはやな、うん、ここまでなんか完全コストってたな、うん、安心感がちげえんだよ。リラックスできちゃうんだよ。って言っちゃった。マジか。あ、違う違う、低反発マグネシステムちゃんと進化してこうなってる。不備はなかった。これは何も言うことはない。お、え、全部あるよ。ただ、うん、俺は寝坊した場合、うん、もし来れない。あ、そうだね、二人とも起きないでやばい。そうで、ピピって言わないもんな。でも目覚ましかけることは可能、逆に。あ、そうね、目覚まし全開かけることは可能、うん、でそれで怒られることもないから安心でうーって起きれる、うん、ただ目覚ましが起きなかった場合は死亡、うん、ね。なるほど。てか今となってはあの下で飯食わなきゃいけないシステムもさ、まあ朝ごはんだから下でゆっくり食いますかみたいな、コーヒーでふぅーっ行きますか、そうそうみたいな格好つけていけるような。え、なんかいつも以上にあれじゃない、うん、リラックスしていけて、うん、あ、なんかね、ちょっとあとはさ、気にな、俺が気になってるのはさ、これ延長したところでさ、どんぐらい幅があるかどうかで。いつも俺結構さ、この部屋でかいよ。いけるっしょ。余裕だったでしょ。余裕すぎてびっくりした。俺まだあまりはあるわ、いつもあまりないのに。しかも何なら俺斜め入るの、何なんだろう。これ終わった星野でもさ、いけるよ。星野でも多分まっすぐ寝れるよ、俺にこんぐらい余ってると。下げればいけるのかな。いける、俺も下げなきゃいけるやん。正直ここまで求めてなかった。これ俺ノックしたら分かんない、ノックしたら分かんないよ多分。少しロックしてみて。うん。あ、ここ。ノックの音分かるようになってる。ノックの音だけ分かるようになってる。じゃあ聞こえる。ノックだけ貫通する。音だけ貫通しないわ。どうしよう。これ聞いてるのにどうか。ノンマイかもしれないね。返すとき忘れちゃいそうだね。じゃあスマホではしゃいでも大丈夫じゃん、これ。うわーって言ってたもん。さっきの俺のうわーってやつがさ、大丈夫だってことは相当だよな、ね、絶対大丈夫じゃん。本当にね、なんかちょっと小声で、少し小声で喋ってるの、うわーぐらい。マジでやばやば、どんだけ聞こえるけど、本当になんか、あ、人がいるの入ってんだなーぐらいしか聞こえない。じゃあ絶対さ、ここの部屋からさ、うん、あ、ここのドア閉めてさ、あっちのドアを閉めた状態、あっちの人に聞かせることが不可能じゃん。どう頑張っても人力車不可能じゃん。本当に、ただ心臓発作とか起きない限り大丈夫。ああ、そうだね。自分の体に何か起きた場合はもうほぼ大丈夫。罪、これ取らないやつに取って、何かあったなって思わせるしかない。なるほどね。ちょっと荷物置いちゃおうときに、うん、今ね、ちょっと今しばらくしたらコンコンすればいいんで、コンコンは分かるかよ、これやってるよ、これクソ便利や。ちょっと俺もう充電器つなげる必要ないんじゃん、もう USB でつなげるよりは。この仕組みやべえな。確か新型だからか、さっきナビに出てなかったもんね、この
ったらいくらで行くのもありか。あ、聞こえる。あいつ試してんな。うるせんだよみたいに言っても聞こえねえからすげえよ。ずっとこのテンポで喋っていけるよ。横防御ってどうなんだろうな。ドアの防御力高いの分かったけど、横防御がちょっと不明だな。どうしても財布に快活カード入れるって時、俺はカードキーとして同じ位置に入れるよ。財布と、あ、でもカードキーしかも俺バインダーごと持ち運ぶか、怖いから。カードキー部分のバインダーごと形してくださいって書いてあるわ、これ。カードごと持っちゃダメって書いてあるわ。はーい。聞こえた？え？コンコン、あ、こっちは聞こえたでしょ、そっちも、うん。あれ、星のコンコンだなって。コンコン弱えんだよなと思って。コンコン聞こえたな。あとこれね、よく見たらね、この状態で使ってくださいって書いてあるよ。マジで？だからこれでピッてやってくださいって書いてある。じゃないと忘れるってこと、うん、もういいやと思って。俺さ、さっきさ、ああもう忘れそうだから、星が財布入れるって言ったけど、俺ここに横入れて持ち運ぼうと思ったら、あ、バインダーで書いてあるじゃんと思って、じゃあいいやと思って。これ聞きすぎちゃって入れてるんで今一応見ないっていう。本当だ。そう、俺もバインダーで入れる。で、バインダーも忘れる可能性あるんだよ、普通に寝ぼけてて。あー、まあ俺も多分大丈夫かな。この辺書いてない、なんか最悪バインダー忘れて紛失じゃないけどさ、カードキー紛失の場合。ああ、それマスターキーバインダーないとさ、チェックアウトできないからさ。ああ、そう。結局持つことには何だろうな、まあ、マスターキーみたいな借りなんか出してくれた最悪。まあそうだろうね。で、確認取れれば。うん。よいしょ。ちょっと取りとこうかな。あ、俺もちょっと取り行ってた。何も取ってこいよ、ぜ。トイレ行きたかったんだけどね。すごすぎて、すごすぎてちょっと忘れてたんだし。トイレ忘れたと思った。いや、お前あれだから、すごすぎてトイレ行くとさ、やっぱ尿意も便利もなくなっちゃった。入っちゃうかな。尿意切れたまして驚きすぎて。